回目の戦だ。時は戦国、いずことも知れぬ山奥の古道にその者たちの姿はあった。竜の右目片倉小十郎率いる敗走の伊達軍である。天下への志を胸に揚々と南下を試みたものの、魔王亡き後に猛威を振るう豊臣の手のひらはあまりにも厚く、小田原北にてあえなく玉砕。肩を寄せ合い必死に落ち延びる様は皮肉なことに、この豊臣波動の世においていかにも普遍的な情景でしかなかった。先は風下、人も通わぬ暴れ道、身を隠すにはこの上ねえ。政宗様、今しばらく忍ばれよ。この峠を抜けるまで。過疎消し流走。気配がぬめって嫌がる。嫌な山道だ。いや、よどんでいるのは俺の心か。ウサギよ、フクロウ、俺たちの息を知らせてくれるなよ。命令してください。頼んますよヒット。時が許せば薬の一つも詰めるものを。どうかこらえられよ政宗様。
まだないで。石だ。右目に刻んだ男の顔はこれで二人目だ。正宗様が再び不覚を召されし時は俺が策の老しがいもない。そうてめえは言ったのだろうな、竹中。怒りを抑えろ。その中は政宗様が死ぬ。我らに名前はない。てめえらがここにいるということはどこかで見た顔だな。つくづく縁があるが互いに好ましくはないだろう。てめえらを切り政宗様の無難を得る。正当はそれだけだ。惑わされはしねえ。本当にそうか。それが正解か。まあ我らにはどうでもいい。俺が立つ理由てめえらには分からねえだろう。そうだ、てめえらに欠けたものだからだ。傷ついたならば死ね。死んだかならば来世によみがえる。我らは過去を忘れた。ひとたび負ければ奪われ、再び負ければ潰される、三たび負ければ嘲笑う。それが戦だ。
俺の席など分かっている。過ちは二度と犯さねえ。やはり嫌がったか、松永久秀。ごきげんよう、竜の右目。小田原への押し入りか、それとも追いはぎか。どちらでも構いはしねえ。今はてめえに関わってなどいられねえ。ケイトは随分久しいが、正直驚いたよ。ケイのそのような瞳を見ることになろうとはな。何？そう、おののき不安に揺れる古竜の目だ。てめえ！あの真夏はいいな。映画の小田原、その壁をも砕く平、人の根元に眠るものもまたえぐり出されてゆくのだろう。まあ気がするだけだ。まずは目の前のものを改めるべきだろうな。なあ、竜の刀。Kの在りかは、眠りし竜のもとではないはずだ。その問答、第七の刃として答えて。てめえの邪気に染まる爪などありはしねえ。なぜ刀を差し出して命乞いをしない。主の身のためならば、それは捨てるべきな。てめえと語るたび、俺の中から何かが消える。頭を垂れず、逃げも隠れもできぬままか。知らなかったよ、罪を重ねるのが趣向とは。てめえ、てめえという男は。Kが切り捨てたいのは己自身だ。そうだろう。Kは勝利を知っている。しかし戦には無知だったらしい。てめえの戯言に理を感じる日が来るとはな。腹心の過ちにより主失いし名刀。 Kの命を用いるにしては少々つまらないな。今は人間の爪を賜る気分ではないな。その爪には違う逸話を期待しておくよ。遥かなる高み、この右目に映す光景はそれじゃねえ。俺にはまだ見定めるべきものがある。